カレンダービューチュートリアルをご覧いただきありがとうございます。今回はカレンダービューについてです。違った視点からタスクを見てみましょう。あなたが関わっているすべてのプロジェクトのタスクと、あなたのプライベートのタスクが表示されます。このビューでは、期日があるタスクのみ表示されることにご注意ください。フィルターを設定し、あなたのタスクだけを表示することをおすすめします。 大きなチームの一員である場合などにはここには非常に多くのタスクが並んでいることと思いますまた例えばアルファベット順に並べ替えたりできますが日にちごとに異なったリストになります一番上には期限切れのタスクが並びます次に本日のタスク明日以後となります日にちごとの下部に小さなまとめがあります過密すぎるスケジュールを避けたり、 タスクの集中を避けたりしながら、毎日をプランするのに役立ててください。このビューで取り組むのを好む人もたくさんいます。日付順で表示されるので、簡単に1日ごとのタスクを見ていくことができます。金曜日に予定をたくさん入れていると思いますかカレンダービューでは、タスクの期日を簡単に変更できます。タスクをドラッグドロップするだけで、簡単にアレンジできます。 こうして完了すべきタスクはそのままに金曜日に少し余裕をもたすことができましたこのビューではある日にタスクを追加してやることも簡単です希望の日付の右側に位置するプラスボタンをクリックするだけですタスクに繰り返し設定をすると未来のタスクも見ることができますカレンダービューはタスクを管理したり効率的にプランしたりするのにもとても適しています日付間で タスクをドラッグドロップするだけです。タスクがたくさん予定されていたりすることがすぐに確認できるので、週ごとの仕事量を調整し、最適化できます。次の週、または前の週に移動したいときは、上部の矢印を使うか、カレンダー上で週をクリックします。ここでさらにもう一つお伝えしたいことがあります。Google カレンダーをお使いの方は、 ノーズビーを Google アカウントと同期させることができます。ノーズビー設定へ行き、連携設定を選択してください。Google アカウントにサインインし、ノーズビーをあなたのカレンダーと同期するのを許可してください。さて、すべての設定が終わりました。いかがでしょうか。ノーズビーで期日と所要時間が設定されたタスクは、自動的にあなたのカレンダーで忙しいとして表示されます。 期日のみ設定されているタスクは、特に所要時間などが設定されていないものは終日暇と表示されます。今日のところはこれまでです。次回のビデオでは、とても重要なトピックの一つ、ノーズビーでのコラボレーションを見ていきます。ぜひ、お見逃しなく。またすぐお会いしましょう。